皆さんこんにちは、フィリピントラベラーのメグです。今回は私がよくフィリピンに行くときに泊まってるゼンルームズっていうホテルチェーンがあるんですけど、そこの中の一つのホテルを動画に撮っていたのでレビューをしていこうと思います。今回のところは当日に撮ったホテルで、こうアプリで毎回撮るんですけど、すごく安くて、確か760ペソとか、本当に2000円いかないくらいのところで、用事がある場所に近かったっていうのと、安かったっていうのと、見た目が面白い形でおしゃれだったので、ゼンルームズの中でもここに行こうかなと思って選んだところでした。いつも一人で旅をしているので、一人旅にはすごくちょうどいいゼンルームズなんですけど、いつも800ペソとか、高くても1000ペソぐらい、1200とか1300とかで、もちろん高いお金を出せば出すほどゼンルームの中でもいいホテルっていうのはあるんですけど、一定のスタンダードを保ったいいホテルかなと思っています。たまにちょっと安すぎるところに行くとあれっていうことはあるんですけど、一定のレベルは保っています。私は一人ですごくいいホテルとかにも泊まったことは 1,2 回だけあるんですけど、ただただ寂しいだけなので、もうホステルとか安いホテルとかに泊まるようにしています。もう場所場所で今日はここに行こうとかあそこに行こうとかって決めたら、もうその当日に予約して、結構毎日のようにねホテルを変えることもあるので、ものすごい数のホテルに泊まっていると思います。なんかなかなか一箇所にずっとこうステイしてその周りを散策するっていうようなスケジュールじゃないので、いつもこうあっちに行きたいとかこっちに行きたいとか、今度はなんかケソンとかあのマニラ周辺とかマラテとかバクララのあたりとかキアポのあたりとかに泊まりたいっていう願望が毎日こう変わっていくので、毎日ホテル変えてるんですけど、今回のところは結構まずまずのホテルでした。安さを考えるとすごく良かったかなとは思っています。今から動画を流していくので一緒に見ていきましょう。階段から上がってきて、ここが外の道路ですね。エレベーターがなかったかな。ここはちょっと変わった形をしてるんですよね。ここから廊下です。で、部屋に入って、ベッドがまずあります。で、横がバスルームになってて、トイレとシャワーですね、お湯の機械とトイレがあって洗面所って感じです。はい、やっと部屋に着きました。で、廊下があんな感じだったんですけど、中はどうなってるかっていうと、テレビもあって、お姉ちゃんとね、鏡とかもあるんですけど、ちょっと問題があって、このエアコンが外と直接通じてるんですけど、ご覧の通り、外が結構うるさいです。そのまま音が伝わってくるっていうのと、ちょっとすごい乱れてる髪を私ちょっと発見してしまって、さっきここです。わかります？ここになんかあれって物が詰まってるなってさっき思ったんですけど、じゃじゃーん、もう思いっきり部屋の中が全て丸見え状態です。で、私のここに誰が詰めたんだろう。こんな感じのお部屋です。
でもやっと着いた部屋なので耳栓してゆっくり寝ようかと思います。おやすみなさい。おはようございます。一晩中ちょっと外の車の音で起こされてしまってあんまり寝れてないんですけど、耳栓してても結構聞こえたので、耳栓してなかったら寝れなかったんじゃないかな。まあ、普通にここ窓があんまり閉まらないんですね、ちゃんと。で、あんまりここがこうちゃんと、わかります、ガタガタしてて、何よりこのエアコンが外と直結しているので、すごいもう直で外の音が聞こえてくるんですね。で、夜中中もううるさくてたびたび起こされた感じです。ラの方がうるさくてなかなか寝れなかったので、枕をこっちに持ってきて寝たんですけど、でもまあ思ったよりは寝れたのかな。部屋は綺麗なんですけどね、まあ、ちょっと作りがね、ちょっとおかしい感じですね。なんで私ここに泊まったかっていうと、目の前にマニラノースセミタリーって書いてあるんですけど、一番でっかいここ共同墓地があるんです。で、ずっとここに行ってみたかったので、とりあえず朝ここに行って、そして台湾駅まで一駅なので駅まで行って、でボランティアをして、そこからちょっと午後の予定は考えたいなと思ってます。じゃあ行ってきます。場所でした。セキュリティ共同墓地の最初の看板を撮ってたらすごい怒られてしまったので、写真しか撮れなかったんですけど、何枚かちょっと隠れて写真を撮ったんですけど、すっごい綺麗な場所でした。全然危険な感じは全くなく、みんな綺麗に掃除してて、まあ、住んでる人たちもいましたけど、そんなになんか危険な感じは全くなくて、なんかみんな挨拶したらニコニコしてやっぱり返してくれるし、普通のスラム街、安全なスラム街と一緒のような感じでした。今回も皆さんご視聴ありがとうございました。 See you! またねー。